アンディ・プリオール、イヴァンミュラー、ヨルグミューラー、クリチバで2007年の世界ツーリングカー選手権は2007年3月11日にブラジルのクリチバで開幕し11月18日にマカオ市街で開催される最終戦マカオまで全11ラウンド全22戦で争われた今シーズンからローリングスタートが導入されたまた閉イベントとして インターナショナルフォーミュラマスターが開催されるようになった。インディペンデントクラスのチームにも BMW320C、セアトレオンが供給されるようになったため、BMW320i、セアトトレドクプラ、アルファロメオ 156GTA といった車両が姿を消した。ウェイトハンデについては、駆動方式が FR という優位性を持つ BMW320C について、 FF である他の車種より 15kg 重くするという規定が提案されていたが導入は見送られていた。タイヤは前年に引き続き横浜ゴムがアドボンブランドで全チームに供給した。イヴァン・ミュラーがシリーズランキング2位となった。ジェームズ・トンプソンが3位となった。開幕戦クリチバデザントホールトでの開催を PR する。 コロネル社暫定カレンダーは2007年1月15日に発表された。当初のカレンダーでは前年、前々年に引き続きメキシコのプエブラサーキットでの開催が4月15日開催の第2戦として予定されていたが2006年10月26日時点で付帯条件として示されたサーキットの安全性に関する改修要件を期限の12月31日までに サーキット側が満たすことができなかったため、プエブラは2007年については開催権を失い、代替として、第2戦はオランダのザントフォールトサーキットにおいて5月6日に開催されることとなった。プエブラでの開催については、FIA が求めている安全性に関する基準を満たすことを条件に、2008年開催の目を残したものとなっている。過去2年にわたり開催してきた、 トルコのイスタンブールサーキットは2007年シーズンにおいても7月29日開催の第7戦として暫定カレンダーに開催予定を止めていたが2007年2月末にスウェーデンのアンデルストープサーキットに開催地が変更となった北欧において FIA 主催の世界選手権レースが開催されることはラリーである世界ラリー選手権を除けば 同サーキットで開催された1978年の F1 スウェーデン GP 以来29年振りのこととなる。なお、この変更について理由は明らかにされていない。過去2年、開幕戦は4月初めに行われていたが日程が早まり3月初めの開幕となった。前年度は7月に開催されていたブラジルでのレースが開幕戦に回りヨーロッパラウンドの後にマカオで 最終戦を行う形へと変更された。それに伴い、過去2年にわたって開幕戦が開催されてきた、モンツァサーキットは、ヨーロッパラウンド最終戦となり、従来ヨーロッパラウンド最終戦だった、バレンシアサーキットは、ヨーロッパラウンドの序盤に組み込まれた。ヨーロッパラウンドのその他のレースについても、日程の調整が行われた。全10戦から全11戦になったことに伴い、 開催地が一つ増え、ポルトガルが加わったほか、前年の開催地のうち3カ所が変更され、開催国としてはメキシコ、トルコが外れ、その代わりとしてオランダ、スウェーデンが加わった。フランスの開催地はマニクールからポーに変更された。新たな開催国としてはポルトガルがカレンダーに加わった。ポルト市街地コースでの開催は1960年に 会一のポルトガル GP が開催されて以来実に47年振りの世界選手権レース開催となった。前年度からの変更により市街地コースが2つ増えたため前年以前から最終戦としてカレンダーに組み込まれているマカオ市街地コースを含め2007年度の選手権は年間に計3戦が市街地コースで開催された。フィリップ・ガイペル、ロバート・ダール・グレーン。 コリン・ターキントン、デビット・ルイはランキングに関係しない。したがって、スウェーデンの第2レース、イギリスの第1、第2レース、マカオの第2レースの9位完走者がポイントを獲得した。ありがとうございます。